競林市中の日、つ日県の一部つ日県は中華、人民共和国構成地湾族自治区競林市に位置する県。利口西岸に位置し、秀麗な景観があり、午後進むのし、競林山水に、悲作耐える商工競林と謳われている。競林盆地の南東端部に位置する。洋作県には、中国領有名県の名誉がある。 改革開放以来の対外開放の観光都市の第一人として、ひついたちは、その美しく独特の風景により多くの観光客を呼び、観光業はすでにひついたち経済の支柱産業となった。カルスト地形に属する自然景観は独特であり、経林山水の成果が集まっている。比較的に名所とされる場所は、洋人街である、西街。 映画、竜三霊の撮影が行われた、大王樹景区、月助山、龍丹、ここ数年新しく開発されたヨガイ桃源風景区、古町泉風景区など、その観光業の多彩さは、道中の地元の農民をも驚き楽しませる。映画監督の超芸妄式による、大規模な山水を背景にした野外省、印象竜三霊には近年多くの観光客が訪れている。 山水を舞台とした中国発の野外章で何度も改善を行いながら上演されている。すでに日つ日観光の一つの名物にもなっている。また日つ日には、利口と壁連砲の下の魔外石国、女皮、大鳥の急遽、孫中山の北伐公園の場所などいくつか、人文景観もある。111年、全館により、慶州霊領軍に市安県を設置され、 ひ一日,日を管轄した。五冠になると治安広告に改められた。265年、三国時代の暮れによりひ一日地区に、直おやす、県、広市平県を設置され、慶州治安軍の管轄とした。精神の対四年間、直おやす県が廃止となり、管轄地域は、広市平県に編入され、治安軍の管轄とされた。南朝張により、 広市平原は市安県に編入されたが、590年に、隋により、市安県の県知が、広市平より、現在の日つ日地に移転、県知が羊、角山六に置かれ、羊角と、要作が同音であることより県名とされ、ここに日、つ日県が成立した。621年に、党により日つ日県の一部に新たに、木々県を設置されたが、627年に、 木木県は廃止され、日つい県に統合され、現在まで添い重ねされた。6つの鎮、3つの里を管轄する。要作県政府所在地である日つい鎮、ありがとうございます。